逮捕され、尋問される、ベルヌー司祭殉教した、宣教師、ピエール・アンリ・トリエ・ヒノエ・トラ教国とは、1866年3月に、朝鮮で起こったキリスト教徒大量虐殺事件。キリスト教徒弾圧事件として、最大規模であり、1万人以上が、犠牲になった。発端は南化するロシアに対抗する三国同盟を、結んで、 朝鮮開国を主張するキリスト教徒朝鮮人など、国内のキリスト教の影響力が高まっていたが、沖のリ大院くんは鎖国教化するために起こした。天主教大弾圧、日野虎蛇国、日野虎教難とも言う。2000人以上が処刑されたキレ東山が知られている。もともと、沖のリ大院くんは、キリスト教に友好的だった。ロシアの南下政策によって、 ロシアが通称を要求すると、キリスト教徒たちは、沖ノリ大院ン君に三国同盟を申し入れた。しかし時間の地帯によって、計画は失敗し、沖ノリ大院ン君は、キリスト教徒を擁護しているという非難を受けた。非難を収束するために起こしたのが、日ノエトラ教国である。パリ外国宣教会から派遣され、朝鮮に潜入して、布教に当たっていた。 シメオン・フランソワ・ベルヌル司教他9名のフランス宣教師高僧のウバを含んで8000名に及ぶ信者を虐殺した。この大虐殺を直接指揮し補と大勝利系夏は武君で名を挙げた。フランスはこの事件へ抗議して極東艦隊のほぼ全戦力となる軍艦7隻兵力約1300名を派遣し殺害に対する賠償責任者の処罰。 通商条約の締結などを要求して、高下府を占領した。大院君はこれらの要求を拒否し、撃退した。現在、虐殺されたカトリック教徒たちのために、ソウルシアサウラク合成堂にある四道峰が、説、東山聖地として整備され、追悼施設が作られている。1966年。 日ノエトラ博雁100周年を記念して、摂東山巡教博物館と、摂東山巡霊聖堂とともに記念館が着工され、翌年に完成。1972年には巡教者記念公園が造成された。あとの1984年には、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世、1985年に、マザー・テレサが訪れている。 朝鮮王朝は19世紀、キリスト教を禁じたが、宣教師は、潜入、信者は絶えなかったので、何度か弾圧を行っている。説東山潤教聖地、トリップポーズ、トリポーズ、2020年8月2日閲覧。現在の説東山は、1866年に起こった、カトリック教徒の大量虐殺事件。 日の江虎白街で殺害された信者の殉教地であり、また、信者の首を切って、頭を観光に投げ捨てたという話からこう、呼ばれるようになりました。節東山、チョルトゥさん。ソウル、2020年8月2日閲覧。世界日報2008年9月9日。ありがとうございます。